お笑いタレントの有吉弘行、47、が9日放送の JFN 有吉弘行のサンデーナイトルリーマや、日曜後発展レアや、に生出演し、元アナウンサや、夏目未来さん、37、と結婚式を挙げたことを報告した。有吉はそういえば結婚式をしたんですよ。ちょっと前に広島でと正報告。お正月に家族だけで小さくやりました。尾道の方で写真を撮ったりしてね、身内で会食しましたと突然の発表で、共演者を驚かせた。緊張するもんだね。寒くてさ、夏にすればよかったなと思ってと言い、披露宴は別に披露するようなものはないから、しなかったです。コロナ禍の状況だしねと、有吉説で振り返っていた。有吉は昨年4月に夏目さんとの結婚を発表した。